こんにちは。あらです。今日は皆さんと一緒にパレードデモに参加できまして誠に光栄であります。私が今紹介いただいたようにですね、アメリカのグリーンベレーというところに留学いたしまして、スペシャルオペレーション非通常戦って言われてますけども、スペシャルオペレーションという分野に携わりました。スペシャルオペレーションというのは一体何かって言いますと、いわゆるそのグローバルガバナンスをそのまあ強制的に世界に広めるために、政府転覆とか、それから一旦グローバルそのガバナンスの下に入った政府を何が何でもその潰さないという、まあ、こういうオペレーションをする作戦なんですね。でそのグローバルガバナンスっていうのはどういうものかっていうと、実は今回の WHO の、 規則改定の文章にですね、非常に分かりやすく書いてくれてるんですね。つまり、個人の自由も尊厳も権利もこれは無視していいんだと。そして、緊急事態という、まあ、今回の場合はパンデミックのことですけども、そういう国と国民にとってですね、本当に危機的な状況でしか、そういうことを発することができないはずの、そういう重要な決断は国家ではなくてWHO が決めるんだと。それも事務局長という極めてそのパーソナリティの狭いところですね。まあ極端なことを言うと個人がそれを決めるんだと、まあこういうことが謳われてますよね。そして一つ一つの具体的なこと、いわゆるそのワクチン接種も含めまして、そういうことをどのようにすればいいかという細かなガイドラインまで全部国家を超えたグローバル組織が全部国に対して指示をするんだっていう構造を示してますね。でそれを我が国政府は危機として受け入れまして、まあ、この度政府行動計画っていうものを作って、そしてガイドラインまで細かく整備しているわけですよね。これがいわゆるグローバルガバナンスの構造そのものなんですね。それでこれは実はその WHO の今回の規約で初めてできたものではなくて、そもそもグローバルガバナンスというのはそういうものであって、そして世界でいうと喫緊のことで言いますとね、東ヨーロッパのカラー革命というのがございましたね。最後はウクライナのマイダン革命というのがありましたけども、それからアラブでは、アラブの春っていうのがありましたけども、つまりそのグローバルガバナンスに入りたくないっていう国の政府を強制的に転覆していくんですね。そしてその時のその謳い文句が閉ざされた社会を開かれた社会にとか、これから民主主義を広めなくてはいけないって言って民主主義基金というアメリカとかヨーロッパにありますけども、こういうところからお金を出して反政府組織を作って、そしてその民意と関係ないところで政府転覆活動を展開するわけですね。でこのようにしてそのグローバルガバナンスを世界中に広めてきているわけです。残念なことにですね、世界で、とても早くそのグローバルガバナンスのその政府転覆にあったのが実はドイツであり日本であるわけですよね。つまり日本が大東亜戦争で終戦をした後、米軍の占領下で全く日本人の意思と関係ない政府ができてしまいましたね。いわゆるこれが政府転覆の典型的な形なわけですよね。ただそれを戦後の私たちは気づかないままずっと来ました。でもこれはもうすでに潜在的にそういう仕組みが出来上がっていたわけですよね。そして今そのグローバリストが最終段階に来てその自分たちの支配形態を完成するという、まあその最終段階に今我々は直面しているわけですよね。
ところがですね、今世界の動きはこうしたそのグローバルガバナンスがまさに最終形態を迎えようとしている時に、全くそれと違う動きが世界中で起きています。つまりグローバルガバナンスの象徴的なシンボルであったアメリカのドルの支配の崩壊ですとか、まあ、そういった現象がですね、今世界で起きているわけですね。ですからこのグローバルガバナンスは間違いなく終わるんですよ。間違いなく終わるんですが、残念なことにその世界的潮流に反してなぜか我が国だけは一生懸命そのグローバルガバナンスをですね、推進しようとしているわけですよね。この分別のなさといいますか、日本人としての良識を失ったようなこの今の状況の中で、そういうその日本人の良識と人間としての分別をなくなった人たちと真剣に会話することの時間とエネルギーははっきり言ってもったいないです。そんなことをしている暇があったら、我々は我々の手で本来の日本の社会っていうものをですね、もう一回作り直さなきゃいけないんですよ。今は本当に大変な時なんですが、ある意味絶好のチャンスでもあるんです。で、私はですね、今ここにちょっと看板を上げてるんですけども、一つはこの民草の輪をつなぐ会っていう、これはどちらかというと勉強会なんですけども、でここで今今日ちょっと旗を作ってですね、非理封建天という、ご存知でしょうか、私の尊敬する大南高の旗印なんですが、これはですね、非は理に勝たず、理は法に勝たず、法は権、権力に勝たず、ここまではグローバリゼーションの世界ですね。つまり、グローバルガバナンスはその権力を法によって力にしてるんですよね。だから我々をその抑えているそのルールが全て今グローバルガバナンスのための法になっておりますけれども、ただですね、日本人はその権力をさらに打ち勝つ天という利害を昔から信じてたわけです。日本という国の建国の理念は、天の下に一つの家のような国を作ろうじゃないか、一つのような家族を作ろうじゃないか、そういう国を作ろうじゃないかっていうのが我々日本民族の悲願でありますよね。今我々はこの権力の実態をですね、目の当たりしまして、もう一度民族の理想である、それを超えるこの天の理にとってですね、本当にいい社会を作っていくという、そういう気概を持つタイミングを得たと、好機を得たと、そしてもう一つですね、私もう一つの旗ですね、日の丸にお米で囲ってありますが、日本自治集団という団体も立ち上げております。これはですね、日本人が自ら自立自治していく社会を作ろうという、まあそういう趣旨の団体であります。結局ですね、グローバルガバナンスを許しているその根底にはですね、私たちがああ便利だねとか、お金さえあれば何でも手に入るねと、これは結局我々を依存体質に誘導していってるわけですね。我々の自立自治を失ってるんですね。ですから我々は自らがもう一度自立し自治できるという社会を作っていかなきゃいけないわけですよね。ただしこれは今の政府にはできません。これができるのは今ここに集まっている皆さんですよね。先ほど
いわゆるそのグローバル勢力が政府転覆をするという話をしましたけれども、近々のそのウクライナの マイダン革命、これは最初は2万人のデモで始まったんですよ。このデモが今回3回目で、今回 何万人の方が集まったのかちょっと存じ上げませんけども、1回目2回目2万人動員してるわけですよね。つまりグローバリストが政府をひっくり返るのに等しい人間がここに集まってきてるわけですよ。だから皆さんの力は今国を変える、そういうポテンシャルを持ってるんですよね。それと同時にですね、ただ国をそのひっくり返したっていうんじゃ、その後の日本がどうなるのかっていうのはとっても心配ですから、まずは皆さんの力で自分の周りから本当にいい日本の基盤を作っていくということがとても大事な課題だと思ってます。そのためにはその多少その不便を我慢し、お金に何でも頼ってしまうっていうことを捨ててですね、完全に捨てるっていうのも大変かもしれませんけども、徐々に捨てて、とにかく自分たちの生活と自分たちの生き様は自分たちで確立するんだ、自分たちのことは自分たちで自治をするんだ、そういうふうな気概と実態を作っていくっていうのはとても大事なことだと思ってます。それを皆さんが実現して、これだけの人数が集まったら、多分素晴らしい日本の国がもう一度再現できるはずです。そして今回のワクチン等の問題に関しては、政府はすでに行動計画を作ってます。私たちも行動計画を作りましょう。我々の行動計画は政府は作ってくれないんですよ。私たちの行動計画は我々が作るんですね。自分たちの基盤を確立して行動計画を早急に作って、万全の体制でより良い日本、素晴らしい日本というものをもう一度皆さんの力で作ってまいりましょう。私もその一員として頑張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。新井さん、どうもありがとうございました。